はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、すみません、連チャンになってしまうんですが、呪術廻戦、はい、こちらのね、グッズがまた一つ届きましたのでね、開封していきたいと思います。それがこちら。はい、呪術廻戦ミニ屏風コレクションということでね、もう発売されて結構経つんですが、私はね、二次予約的な感じで予約してて、発売初日の時は買えなかったんですよね。はい、なので今更届いたっていう感じです。はい、これはねアニメイトさんで購入しました。なのでね、恒例のアニメイト特典ついてます。はい、ジャンプフェアミニ色紙ですね。また金額に応じてねもらえるんで、数枚入ってます。はい、まだ私は1枚も見てません。では1枚目、せーの、ダン。お、切った。これもね、欲しかったんですよ。ジョルノ・ジョバーナ、ジョジョの奇妙な冒険。あ、これも狙いだったんでね、これは嬉しい。ジョルノとゴールドエクスペリエンス。はい、じゃあ2枚目いきます。せーの、ちょっと存じ上げませんね。クーロンズボールパレード。はい、わからないな。はい、では3枚目、せーの、僕とロボコ。知らないですね。はい、続きまして4枚目、せーの、幽谷のモリアーティ。聞いたことあるけど知らないですね。はい、では5枚目、せーの、これはモリーキング。ちょっとわからないですね。はい、じゃあ6枚目、せーの、あ、配給。配給はアニメで見ましたね。はい、日向翔陽。配給の中ではね、何気に主人公の日向が一番好きかもしれない。はい、では最後、せーの、あら、勇気、ダブりましたね。前回の1枚目とかぶりました。いや、ドラゴンボール欲しいのに出ない。はい、ということでね、本編に戻りましょう。ではこちらね、ちょっと開封しましょう。はいはい、全部で 10個あります。はい、でパッケージがこういう感じ。かっこいいよね。うん、でこれがラインナップとなっております。はい、で全10種なんで、で10個あるんでね、おそらくですがコンプリートできると思います。よほどのことがない限りコンプリートできると思います。ではね、1枚ずつ、まあ、手前からね、手前からこういってるんで、この手前の1個目から順々に開封していきたいと思います。では1個目ね。はい、これね、一応食玩扱いなんでガム入ってます。ピンク色のガムだね。はい、ではいきます。1枚目、せーの、ってこうなるんだよね。こういう風に入ってるんですね。はい、じゃあこれを開けてね、パンと見てみましょう。いきます。1枚目、せーの、あ、伏黒ですね。1枚目は伏黒。いや、なかなかいいですね。質感はマットな感じですね。マットな質感で安っぽさがない。よくできてるな。屏風風なんで、はい、観音開きで。はいはい、では2枚目いきます。せーの、バン。
五条先生来ました。五条先生来た。いいね、五条先生。はい、はい、では三枚目いきます。せーの。では4枚目、せーの、バン。お、これは虎杖と伏黒、なかなか見ないイラスト、いいですね。うん、はい、では5枚目いきます、せーの。お、これはキービジュアルですね。いいね。まあ大体必ずと言ってもいいほどキービジュアル、このキービジュアルを使われますね。はい、かっこいいもんなこのイラスト。では6枚目いきます、せーの。バン。お、これもキービジュアルですね。はい、虎杖とスクナ、このイラストもかっこいいよな。なんかこう扉を開けた先の2人みたいな感じでいいですね、この屏風。では7枚目いきます、せーの。おっと、来ましたね、虎杖とスクナ、これ白押しだね、すげえ豪華。両面スクナ、虎杖雄二、すげえ金ピカピン、これ豪華だな。はい、では8枚目いきます、せーの。あ、パンダだけかと思ったら全員巻きと犬巻き、はい、3人、これもなかなかいいイラストですね。うん、観音開きでこのねキャラが隠れているっていうのもなかなか粋な演出ですね。はい、はい、9枚目です、いきます、せーの。うん、はいはい、これはもう両面スクナですね。ラスト1枚目、せーの。あー、そっか、釘先出てなかったね、うん、釘先のバラ、はい、やっぱりダブリはなかったですね、フルコンプということで。まあ今更ながらにね、ラインナップおさらいしましょう。はい、全部持ってるね、はい、まあ、漏れなくボックスで買うとねダブりなく揃えられるみたいですね。はい、で1番だけ箱押ししようと、はい、という感じのね、ミニ屏風コレクション、うん、なかなかねデザイン的にもいいし、うん、まあ、これから第2弾第3弾で続いていく可能性もあるんでね、皆さんも見かけたらぜひ購入してみてはいかがでしょうか。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。